週刊いちいち編集長の村上佳菜子です。今回は看護職のキャリアアップをサポートする施設、愛知県看護研修センターを紹介します。看護職キャリアを支援、愛知県看護研修センター編集長。愛知県看護研修センターの取材、私にお任せください。名古屋市昭和区にある愛知県看護研修センター、愛知県立総合看護専門学校の中にあり、看護職員として働く人がキャリアアップを目指し、やりがいを持って働き続けられるように支援しています。こちらでは様々な教育研修が行われています。今回は看護職カムバック研修にお邪魔します。看護職カムバック研修は、現場から離れている人の再就職や職場復帰を支援するための研修です。実際現場を離れて何年くらいになるんですか？6年になります、はい。今回とこういうカムバック研修に参加してみて、どう思ったこととか何かありますか？やっぱり看護師に復職しようと思っても、やっぱり技術だったり、あと、ね、6年経つと忘れていることも多いかなと思ったので参加して、でやっぱり実際に病院で使っているようなものを触ることができて、あ、なんかこんな感じだったかなとかも思い出しつつ、新しい知識も教えてもらえたので、すごくありがたい機会でした。看護の仕事の楽しさややりがいも再確認できますね。昨年度カムバック研修に参加してくれた受講生さんが、今年就職をして、別の研修に実際参加されて、再就職につながったっていう報告を受けたので、すごくとても嬉しかったです。技術講習だけではなくて、受講生さんたち の精神的なところの支援もできたらいいなっていうところで、やっぱり離職が期間が長いと、やっぱり現場に戻るのに技術だけではない不安がすごくあるということの声を聞きますので、そのあたりに支援ができたらいいなっていうふうに考えて開催しております。看護職カムバック研修は参加費無料で定期的に開催しています。応募方法など詳しくはウェブページをチェックしてみてください。現役の方も復帰を考えている方も、まずは気軽に看護研修センターへ相談してみてくださいね。さあ、今回のフリーペーパーはこちら。愛知県では能登半島地震の災害義援金の受付を行っています。詳しくは愛知県会計課のウェブページをご確認ください。